ゴールキーパー八田貝、ディフェンスライン4バックです。右から水谷、吉岡、広瀬、山本、中盤ダブルボランチに宮坂と藤山を配して、トップ下に東、右に三田、左に森川と入ります。そして前線ワントップの位置には今日は榊が入りました。ゴールキーパー上田、ディフェンスラインはこちらも4バック、右から綿引、井原、大、大熊、中盤ダブルボランチに前田と千葉が並び、両翼に徳永と藤岡、前線2トップは橋本と梅田です。テンポよくつないでいきますが、東のプレスバックがありました。一気に前を狙っていきますが、台が触ります。昨シーズン JFL のベストイレブンにチームで思わぬ形で先制点が生まれました。前半の10分、ゴールに流し込んだ榊。もう一度そのシーンご覧いただきましょう。このバックパスを引っ掛けて榊の左足、キーパーの上田も手を伸ばしましたがわずかに届かず、移籍後初得点、背番号11、榊翔太です。ヘッドリアでもあります。ここ後ろからゴールキーパーがつないでいきますが、サンダでカット、サンダ左足でパスにした、榊だ、こぼれた、東、シュートは打てない。また引きのクロスに梅田だ。おっと、出身はペナルティースポットを指しました。近くで見ていた主審の唐島さんはすぐにこのプレーの直後、ハンドということでしょうか。同点弾は許しませんでした。前田、ここで入れ直し、低いクロス、シュートは枠を外れます。バイシクル気味に狙っていきました。サンタが行く、サンタが打つ、際どいシュートになりました。そしてキーパー上田のワンタッチがあってコーナーキックです。前節は自陣の深い位置からのスローインで失点をしました宮崎、ここはケアしたいところです。中に入れてきた、ヘディングシュート、押し込めるか、ファーの森川押し込めず、流れたボールを森川がここでプッシュしようとしますが、さあワンタッチでサイドバックのノラをついていく、梅田が行く、梅田のクロス、ファーに流れて徳永、マイナス戻して大熊のシュート、これは枠を外れます。このスペースです。左足でシュートを狙っていきましたが、そしてサミュエルとツートップを組むのが代わって入った19番の義母幸秀です。さあこれはチャンスになるか、東が行く、味方の上がりを待ちながらサンダーを使った、サンダーパスにした、水谷、ナイスキーパー上田、チブちょっとパスがずれます。大熊からさあ縦に送って渡辺が行く、渡辺パスにした、サミュエル左に落として大熊のクロス、ヘディングシュート、追いつきました宮崎、クラブ史上初 J リーグでの初得点が生まれました。
さあその歴史的な瞬間もう一度ご覧いただきます。左のサイド大熊からのクロス、ペンで合わせた25番の梅田海斗、この87分という時間帯にゲームを振り出しに戻しました宮崎。ここで試合終了のホイッスル。テゲバジャーの宮崎としては歴史的な日となりました。クラブ史上初 J リーグで勝ち点を挙げることに成功しました。